ラサ、トンチンカン、ドッグアミューズメント9。今回し込んでいく、ニュアロシタ、ルバー押し込んでいた。先ほどから水戸がコートに入ってきている。伊藤が仕掛けを見せるか。上田ダンパスを回してスリーポイントのところで打ってきました。伊藤隆、本人曰くというところです。ガトさん、ここはサイドからコーナースリー決めてきました。楽させちゃってるかもしれないですね、はい、今のオフェンスの部分でいうと、先ほどの安藤、そして今のロシターと、この力で得点につなげたということになります。リバウンドだ。富山はチョルも入ってきています。そのチョル、アジア枠の選手がいるはずなんですが、はい、エドゥーは今怪我で前列離れています。野崎、また来た。この中へ入れたブバ、ホール、キャプテンにつながりました。この加入年にキャプテンを務めています伊藤隆。トライ、中入れてブバ、続けてきました。これで11点の差になっています。ここは富山としては食らいついていきたいところ。ガダソン、中仕掛けてアンジェロチョル。ガダソン、前に吉井がいる。ここは決めてきました。第3ですかね、はい、はい、さあこの距離スリーポイント。野崎はもうこの道をいくつかいいところを見せていきたい富山です。この状態で決めてきた。この今日2桁得点狙っていきますが、さあフロントコート上田、小野、これはブザービーター。富山クラウジーズゲームハイライト、 ASA グループの提供でお送りしました。